なんでお高いの北欧インテリアダイニングチェア編をさせていただきます。今までそのダイニングテーブルの選び方を3回にわたってお伝えしてきたんですけれども、それに伴ってやっぱり椅子選びにくいぞと、何を私選べばいいのっていうお声が結構いただきましたので、そちらについて解説していきたいと思います。あとアンケートさせていただきました。皆さんご協力ありがとうございます。いろんな声いただいたので、そちらをもとに今回のお題ができましたね。なんでお高いのっていうことを解説していきたいと思います。お目当ての椅子購入に踏み切れない理由を教えてくださいっていうのを募集しました。だいたい3つ の, あのコメントいただきました。大まか分けると、まず価格、もう一個猫や子供に汚されるから踏み切れない、はい、組み合わせの悩み、椅子同士の相性が合うかな、テーブルの差弱、あの高さのなんていうか兼ね合いですね、大丈夫かなっていうのが迷って買えないっていうお話でした、ね、その中でも、あの半数の方が価格、これですね、お値段で断念せざるを得ないかな、点点点、価格、値段、価格が高いっていうのでコメントいただきましたので、今回そのことに絞ってお伝えしていけたらなと思っております。そうですね、だからまあこのライブを見終わる頃には、はい、この家具ちょっと安くねと、そういうことか、買わなきゃ損じゃない、そうっていうなると思います、はい、なんでお高いの北欧インテリアということで、高い理由をお伝えしていきますね、最初にお答えを申し上げますと、長く使えて価値があるからお高いんですよっていうことです。価値がある、長く使えるっていうのが、物としての寿命が1個長い、あと2個目、デザインの寿命が長いっていう観点からちょっと提案さし、あのお伝えさせていただきます。物としての寿命についてご説明させていただきます。今回はカール・ハンセン&サンのブランドがあるんですけれども、そちらのことについてあのご説明させていただきます、100年から長いものでは250年以上の木しか使っていないっていうのがあります。素材にとってもこだわっていいものを使っているっていうのが一つです、でその木なんですけど、森林法や FSC 認証に基づき管理された森から木材を仕入れております、ちゃんと持続可能なところからしか取らないよっていう感じです、職人さんが手作りの部分と機械で作れるところは作って丁寧するところ、生産をどんどん回せるところは回すところを区別して作っているっていうのがあります。職人さんの 手作りが入るとね、やっぱりどうしても価値が上がるかなと思います。で技術の話、曲げや乾燥等の技術が高いよっていうのがあります、Y チェアでペーパーコードを貼ってるのよくご存知の方いると思うんですけれども、その Y チェアのペーパーコードっていうのは天然パルプで、天然のものを使っています。でこのペーパーコード、カール・ハンセン&サンのものは 手で職人さんが一個一個貼っておりますので、そこで値が上がるっていうのが一個の理由として挙げられます、これが物として寿命が長い理由として価値が上がっているっていうところで、そういう感じです、はい、なんで高いかと言われると、だからまあ単純にまず素材は、やっぱ100年かかって育った木から取ってますから ね、少ないし、そんなにいっぱい取れるものでもないし、長く使えるものを作ろうだし、僕らコネクトとしても長く使えるものを販売したい、長く使えるものの方が取り入れることによって心地よく暮らせると思ってるんですよ、毎回毎回新しいものをどんどん取り入れるって新鮮な気持ちになるのも大事なんですけど、普段の暮らしの中で一番心地いいなと思うものって、なんか使い慣れたものがもう自分の体に馴染むように体重を支えてくれたり、空間に馴染んでくれる方が心地よく良いと思いますよね、華やかなものが自分にとって心地いい、それがずっとこう継続するんであれば、それはそれでいいとは思うんですけど、僕らが思うものっていうのはできるだけその生活にどんどんこう馴染んでいって、自分の身体の一部ぐらいまでなることによって快適性能を増していくわけじゃないですか。だからそういうものを使ってほしいなという思いがあるわけですよ、ってことは単純に長く使えないとダメだよね、と。で長く使おうと思うと
まず素材ですよね。物としての寿命っていうところで言うと、なんか素材がちゃんとしてないと使ってるうちに気づいたらボロボロになったとか、うん、折れちゃいましたとか、うん、そういうものは非常にまずい、うん、でしかもそれが修理できないってなったらなおさらまずい。耐久性能としては構造物として耐久性能が高いものを選ぶっていうのはもう、まあ、これはでも割と日本人ってそういうのを選ぶ、うんボートしますよね、うんうん、なんか丈夫な方がいいみたいな、はい、どうせだったら、うん、丈夫さは大事、うん、でなんとなく、まあ、これ自然に思うわけじゃないですか、はい、FSC 認証っていうと、まあ、これもちょっと環境のことですね。どん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 消費してって森林なくなったら困るでしょって、うん、あのもう小学生で今習ってますよね多分その SDGs を含め、うんまあ、そういうのはずっと北欧はやってるわけですよね、うん、ここも大事ですよね、うんデザインの寿命です、うん、デザインにも寿命があるっていうことで、うんデンマークではインテリアの本質価値が浸透しているっていうことです、うん、セカンドハンドの浸透譲り受ける親から、まあ、子供へ子供から孫へ譲り受けているっていうのがもう浸透しています、うん、それってイコール価値が下がっていない証なんですよっていうお話です、うんうん、中古を見て価値を判断できると思うんですけど日本の中古品ってもうねなんかいや絶対安くなってるじゃないですか、うん、そうじゃなくってそうあの価値が上がっているっていう値段が上がっていることで価値が上がっているっていうのが判断できる環境が整っているっていうのがデンマークの文化ですね、うん、うちでいうとヴィンテージ家具と呼ばれているものがこれに該当すると、うん、どん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 上がっていってますもんね価格がねこの棚とかねヴィンテージです小学生のなんかツアーで、はい来た時に、うん、いつの作られた家具だと思うみたいなこと聞いたら、うん10年前かなとかぐらいは言うよね、うんうん、はい5、60年前です軽く経ってますからね5、6、もう2020、70、下手したら70年70年ぐらい近く経ちますからね、うんうんうん、はいこれを譲り渡して値段が下がるだなんて思えない佇まい、うん、めちゃくちゃ丈夫、うんうん、例えば物として、はい超丈夫確かにこんな綺麗な状態であるだなんて、うん、丈夫だけど見た目が自分たちの家の中とかにそぐわないとか見てて綺麗だなとか、うん、なんか美しいなと思えるようなものじゃなかったら、うん、そもそもだって家の中に置きたくないじゃないですか、うんうんうん、洋服でも一緒じゃないですか、はい、身につけたいと思わないでしょデザインとしての耐久性が高いかどうかっていうのはこれ非常に大事なんですよ、うんそこが長く使えるかどうかっていうのはもう差が出るわけですよ丈夫さだけを取っていると雑に扱うんですようんど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 んこう身近なものになっていくと、うんまあ、そう雑に扱っても壊れないっていうものもの良さもありますよ、うんうん、ありますけど、うん、でもやっぱり物として丁寧に扱ってあげたりメンテナンスしてあげた方が美しさがずっと保たれるわけでしょって思うと結局この美しさを持っているかどうか、うん、で要は、デザインとしてのこう耐久性が高いかどうかっていうのが非常に大事になるわけですよこれ見て、はい、70年前の、うん日本で作られたタンスと比較したら、はいうん、残念ながらこっち置きたいわけですよね、うん、でこっち大事に扱いますよね、 うん、だからそこが大事なんじゃないですかっていう問いにも近い話です、はい、美しいものを大切に長く使っていきたいです愛着もあります素晴らしい素晴らしいこういうものが空間の中に一個あるかどうかによって、うん、暮らし方がやっぱ変わってくるそう人生や生活が変わりますねちゅうことなんですよはい、うん、伝わったかな、うん手で作るとこは手で作る、機械で作るとこは機械で作るっていうカール・ハンセンの技術です、はい、あのカール・ハンセン&さんの公式の YouTube でこういう動画いっぱい出てるんでぜひぜひどこに手がかかっててどこが機械なのか見てみてください、うん、北欧の家具ってもうちょっと言うと素材としての良さと作り込み方とか、はい、そこと、デザインとしての耐久性だったり美しさっていうのが融合してるんですね、うん、そこがやっぱすごいとこなんじゃないかなと思うし、うん、逆に言うとそういうものじゃないと本当に長く残っていかないと思うんですよ、うん、普通に生活してて
その触れる機会がやっぱり少ないんだと思うんですよ、うんうん、僕らもオンラインでやってるから、まあ、なかなか実物見てねとはすごく言いにくいんですが、はい、本当は実物見て触れていただくと本物かそうじゃないものかっていうのにだんだん気づき始めると思うんですよね、うんうんうん、いろんなとこ出かけて本物があるところになんかぜひそうそう、はい、出向くようにしていただけると、はい、言っている意味が少しずつ理解できるんじゃないかなというふうに思ってます。